ということでですね、今私が一人でとある場所にいるんですけれども、なんと田中賀の新居というよりかは田中賀のお家にいております。パチ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 、抜き打ち突撃ということで、もう田中賀にはですね、今何も知らせないままそのままね、田中賀んちに突撃しましたということで、オートロック解除してくださったので、今から直接直ピンを押してみたいと思います。よろしくお願いいたします。彼氏との愛の巣はどうなってるのかなってね、やっぱ楽しみにしている方もたくさんねいらっしゃると思うので、今からピンポンします。はい、あ、宅配便です。置いといてください。サインが必要になるものになっておりますので、じゃあ書いといてください自分で。あ、それはまた話変わってくるので、ご対応お願いします。おはようございます。はい、おはよう。はい、宅配便です。すいません、こちらに、はい、あ、じゃあサインの紙ください。あ、こちらです、この手の上に。すいません、はい、ありがとうございました。あ、いいえ、飲んでください。こちらですね。すみません、ちょっと…ラッシャーせん、ラッシャーせん。あ、いやさせん、ラッシャーせん、ラッシャーせん。あ、いやさせん、ご指名は、はい、ご指名は、今日も可愛い、ふうかちゃん。手洗ってください。手洗います。はい、はい、すみません、失礼します。ペコリ、一人暮らし、二人暮らしです。二人暮らし、失礼しました。はい、それです、はい、ということで、はい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 、わかりますよね、今日私何しに来たかって。何しに来た？はい、今日はですね、ちょっと一足遅いんですけれども、田中がちゃんの新居突撃ということで、イエーイ。まあ、夜ツアーですかね、見せていただける範囲内で。ああ、かしこまり。どんな家に住んでるのか。じゃあもう一旦とりあえず洗面周り。洗面周り。今、もう、と。そうですね、もうこちら洗面周りなんですけれども。この鏡、ええな。そう、でかいもんで、ね、オイル入るし ね、ここはい、オイル、ヘアオイル、はい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 、なんかヘアオイル何種類か、そうですね、置いてます。あの丸いやつは、これはヘアミスト。あ、ヘアミストの。髪の毛の匂いつけるのがこのジョーマロンとサンローラン、あとランパー、はいはいはい、なんかーデルデルデっていう感じです。なるほどね。スプレーとか、はいはい、髪の毛のね、ワックス系、うんうんうん、ですね。これは田中がと彼氏共同の商品がたくさん、はい、共同そう、私、彼氏、彼氏かな。え、なんか彼氏こんな可愛い、なんか可愛らしいスプレーを使ってる。へー、そうで、なるほど。こちら大きい鏡が、じゃじゃわ、シンプルやね。意外にボディクリームと、はい、ボディクリームで、これブブとビビの化粧水。え、ワンちゃん化粧水あんの？そうあんねん。で、この上は全部香水。香水ですね、はいはい、なるほど。あなたがなくしたキャップなし。え、待って、これ10個盗んで田中が気づく企画で、俺持ち帰った時に蓋なくした事件があってんの。そう、ない部分的にお金払おうかな、ちょっと一部、うん、じゃあ500円お願いします。 30% くらい払おうかな。私が よく使うのがこれで、うん、え、何これ。これ化粧水2層になってる。そう、化粧水です。これは使ってるものたち。そうね、だから一軍ってことで、一軍です。すぐ手に取りやすいもんで、そう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 、ちょっとこちらの鏡の一番取りやすい、選ばれしものです。田中がちゃんに選ばれたんですよ、あんたらは。そういうこと。おお、すごいじゃん。で、棚の中が、おお、なんかこの、待って、お店みたい。水、精製水と、あとほんまここにセルキュアがあんねんけど、うん、今出張中の彼氏が持って行ってる。私がタンブレーであげた。そう、え、でも嬉しい、2人で使ってくれてね。すいません、最近顔の肉がすごいので、ちょっと顔の肉に効くやつとか。まあ、それ太もも用なんですけど。太もも用、顔の肉のでも同じぐらいな感じ。あ、すごい、一回やってみましょう。どうですか？あ、すごい気持ちいいです。なんか吸い付きが強くて、あ、いい感じ、うんうんうん、私のファンデーションギットリと、いや、洗います。はい、ありがとうございます。プレゼントということで、はい、これがほんまにマジで入りきらへん。すごい、スキンケア。え、たくさんいる中で本当にお前ら2回目言うけど、マジで選ばれたことに感謝しや。でもそれもう一回言うことになるんだよな。え、まだ、さらにガチエグいんだが、この上が化粧水ストックたち、うん、でこの下が美容液とクリームのストック、うん、でこれが、はい、バスソルトで入浴剤みたいな感じ、塩ですね。でこれが私の足です、ね、そういうことです。そこさんの方です、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。本当にだからあんたらさ、ほんまにあんなたくさんある中で一軍ってね、選ばれたあんたらほんまに感謝しや。3回目です。言ってもうた。でお風呂、まあ普通にこういう感じ、はい、こんな感じ。おー、いいねっていう感じですね。いいっすね。で、寝室終わり。寝室は何もない。あ、さあ、ここで寝てない。寝てるんだ。次、リビングね。リビングで、わっ、待ち構えていらっしゃる。番犬、うちの番犬。番犬、わ、いいっすね。です。
いいね、いいね。なんか空間がな、このなんか広々やかって感じ。この机やっぱ相変わらずやね。面倒くさい、それ捨てること。はい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 。もうすげえ。そうだからもう直してるだけこれは。可愛らしいですよね。でも私たちは今お仕事中なのでーす。え、ガチ可愛い。仕事放棄しようかな。あれ、見たことあるダイニングテーブル。じゃこれあので忘れててんけど完全に。マジジンジンの家のダイニングテーブルと一緒なんですよ。そう。気まずめ。気まずい、何が気まずいね。あ、椅子は違うから、あんな変な椅子と。変な言うな。乗ったらグワーンってなる、ビヨーンってなる椅子と。あんな変な椅子とは違う。あのジンジンの家のダイニングテーブルの椅子座ったら、ね、結構みんな、え、地震っていう人が2、3人おる。ほんまにグワーンってなって、しかも後ろもボーンってなる。そうやばい。どうせみたい。で、僕とビビの部屋。はい、ここですね。ビーちゃん、ブーちゃん。こっちがビビで、こっちがブーちゃん。でビビの方はもうあの上から飛び出るので屋根してます。すごいよね、意味ないよね。屋根してます。でも部分はちゃんとこう織子さんするから、ああ、偉い偉い偉い。やっぱ田中さんでやっぱ編集部長なんでね。やっちゃうのかなって思いきや、こちらを見ていただくと分かるんですけれども、ゲームの場所です。これパソコンなのでゲームの。ということはあの彼氏のゲーム。いやー、こうやってやってやれ、こういうカタ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 。で、こちらがモンスターの冷蔵庫。私も今、どこからかんようです。すみません。一ついいですか？これで、あの、彼氏にバレたら怒られますから。ちゃんとこっち来て、ほんまに、はい、あの、心からお願いしてもらおう。花カレーさん、モンスター、いただきます。新しいの1本。いや、じゃあ倍にして2本。もうちょっと欲しいなって言ってる。ゼロ付け足して20本。あ、ありがとうございます。箱でお届けしますので。本当ですか？楽しみにして、はい。ぜひちょっとこちらの1本だけどうかお巡りを。はい、ありがとうございます。まあ、キッチンこんな感じですわ。はいはいはい。なんか似てるね、俺んちと。あ、ジンジンちと似てるかもね。え、一緒、なんかほぼ。なんかね。落ち着いてますね。で、ジンジン白だからさ。あ、そうやね。明るいイメージがあったけど、ちょっとなんかモダンテイストというか。うん、モダンテイストって、ちょっと使いたいだけだし。すいません。あのさ。あのさ。あのさ。可愛いな。一緒に撮った写真。これさ、写真撮ってもらえるみたいな列があって、うん、そこ並んでてんけど、うん、みんなそこにさ集中するからさ、そこにこうやって行ったらさ、もう何人かはさ、こう私って分かってくれる人がいてて、うん、その横に彼氏連れてるしさ、ちょっと恥ずかしくて、マスク取りますかとかで、その撮ってくれる兄ちゃんはめちゃめちゃ元気なんよ、うん、恥ずかしすぎてどうしたらいいか分からなくて、二人ともマスクは取らんとこうとか言って、けどあの思い出では、ね、そう。でこちらはあのかわいいファンの方がくれた、かわいいね、フグとビビ。失礼します。あ、幸せよ。あ、すごいじゃん。あの、おー、いいじゃん。何今？寝室やねんけど。はい、寝室ね。今 LINE で、はい、彼氏があのペットカメラ置いてるからさ、家の状況全部見れるようになってんね、出張中で。え、怖い怖い怖い。ブブビビをカメラで見ようと思ったらジンジンがいてびっくりしたやって。あ、ここ？はい、田中がの彼氏が今こちらで見ているそうです。会話するの。え、怖い。あ、それも見せてや。はい。そういう時はこうやってここに置いて。あ、置いて。見えやすくして、で、ここからあのブブビビって聞こえるから、うん、向こうから向こうが喋って、え、で、こうやって、はい、見てるって言って、え、かわいい。もう今、仕事戻った。あ、戻ったね。寝室に戻りましょう。こちらいいっすね。まあ普通、寝室はもう正直ベッドと自分の服、私の服だけ。冬の服、あ、冬のアウター、アウター、帽子、カチューシャとか、スマ、荷物もろもろが一角にあって、そうそう、ベッドで置いといて。そうですね。で、最近はサンローランにギャルビを足したっていう感じでアホみたいなことやってます。可愛い、遊んでください。まあ、これベッド。はい、ベッドいいですね。で、あの枕のカバーは洗濯中、今。あ、同じ枕やからさ、わかる。そうそう、いやね、だからこいつが一番やっぱ、あのオレンジのライトを放つからさ、こういう感じ。はい、こういう感じ。放つのもんで。そうそう。これがやっぱいい感じの雰囲気を醸し出していただいて。で、私のジュエリーボックスたち。オープン。私の服のクローゼット。ウォークインです。ウォークインクローゼット。で、こちらで、はい、カオナシさんがお出迎えしている。お、なるほど。あ、ちょっと不気味、ごめんなさい。めっちゃ服のこの下めっちゃ不気味よな、これ。うん、石まで可愛い。こちらはお洋服たち。偉、うん、いね。あ、落ちすぎた。あ、そう。おーい、これ聞こえてるよ。っていう感じで、以上ちゃいます？じゃない、お家の紹介というよりかは、あんたのなんか生活事情みたいなのがなんか知れたって感じ。あ、本当ですか。いいね。うん、素敵やと思います。じゃあ、ブブとビビのおやつもやっていいですか、ね、やってあげてください。いい、そうね、もうこの子たちもクタクタなんで。ブちゃん、ビちゃん、おやつ、おやつ食べる、おやつ行く、おやつ食べよう、おやつ、おやつ
こっちです。はい、お座り。はい、お手。おかわり。ぐるん。待って、みーちゃん、お座り。お手。おかわり。はい、ぐるん。はい、ぐるん。待てよ。ちなみにこれタラです。タラ。さあ、まだまだって言ってるでしょ。はい、よし。うわあ、えらいやつねー。なるほど、タラ食べてんのよ。魚食べんのよ。魚も肉も食う。ちょ。あ、みーちゃんこれお肉。はい、じゃあ。もうどこはおやつ。はい、おやつ。どこで。お前の意見やそれ。お前の意見やそれ、ほんで。ビちゃん、ビちゃんこれおやつ、おやつこれほら、ビちゃん、ビちゃんこれ、ビちゃんこれここここ。うん。やった。